志向塾ビジネススクールで、学ばせていただいております松木雄介です。皆さんですね、ビジネスにおいて非常に問題に接することあるでしょうか。私はコミュニケーションということに関して、問題意識を持っておりました。ここのビジネススクールを主催していらっしゃる田中社長、非常にビジネス、自分と相手のコミュニケーションということに非常に考え抜いて、セミナーを開催していらっしゃる方です。これから会社の中でビジネスを続けていこうと考えていらっしゃる方、また起業されていただようと考えていらっしゃる方、どちらの方にもコミュニケーションということを非常に重点的になっていると思います。そういう方はぜひともこの志向塾ビジネススクール、受講をしたらいいんではないかと思っております。以上、ありがとうございました。